配信落とされました。なんで利用規約に反すると言われて、運営さん説明しますけど、出会いは求めてないです。助けてほしいだけで、助けて困ってるんで助けてほしいって言っただけで、全く女の子と出会いたいなんて一切思ってません。やりもくでもないし、女の子とそういうのは全く望む下心もないし、ただもう一度説明すると、家を引き払って布団とかも全部処分したんで、もう行くところがないんです。で、東京にも帰れません。まだ名古屋でたくさん用事が残ってるので、なんで添い寝も、添い寝って言ったのはすいません、それ謝りの、添い寝はもうしません。手をにぎにぎもすいませんでした。気をつけます。皆さんごめんなさい、すいませんでした。で、ナイスも79ってどういうことなの。ゼロリス79人しかいないの。そんなに少なかった。何も言わなくても200人とか300人ぐらいいつも押してくれなかった。で、サボってるわけじゃなくて、もう最大限、これが限界なんだ。もう限界の中で一応放送してるの。押し忘れて、あ、ほんと、何でもかんでも欲しがる、ごめんね。確かに、今日はまだちょっと余裕あったけど、本当に放送つけれないぐらいのメンタルの時もあるんですよ、うん、やめようか。じゃあホテル探すわ。もう二度と二度とみんなに頼らない。あかみちゃん可愛かったね。顔見てないよ、お尻しか。ずっとケツ見てたよ。可愛いかどうかも分かんないよ、お尻見すぎて。短パンの隙間からワンチャンなんかはっきり見えなかったけど、そこを見てた。顔は全く見てなかった。ケツしか見てなかった。セクシーだったね。まあ程よい肉付きで良かったけど、うん、ちょっと俺も一緒にお尻ケツダンスしようと思ったら腰だけ動いてた。ケツ動かず腰がずっと動いてた。
顔つけた。つけてる。人生の敗北者です。あ、200ナイス、ありがとうございます。ありがとうね。あ、ルルありがとう、頑張ってて。ありがとうね、ルルちゃん。ルルもいいケツしてるしな。ありがとうね。あ、ボーナス今当選率アップなんで、よかったらオーロラください。一人一個でいいんで。お前生きてて楽しいの？最近楽しくない？みんな楽しい？あ、俺ってあの大型って基本寝たら悩みとかないんだけど、最近寝てもずっと治らない。じゃあ早く死んだら怖いじゃん。そんな度胸ないし、うん、怖いじゃん。みんな、あ、死にたいなと思っても死ねないでしょ、怖くて、うん、顔が狛江にできた。老けて狛江だから、ちゃんと調子がいい時はイケメンなんだろうね。口元で、狛江もイケメンじゃん。かっこよくない？頑張れ、ありがとうね。雪の結晶。あ、リリちゃん、ニコもいいの？ありがとうね。ありがとうございます。助かります。誰だ？あ、いいの？家行っていいって発言もできないからどうしよう。そんなに厳しい？もうやめようかな、ふわっち。何も喋れないじゃん。配信落とされるし。ネタないのつか、俺は自分がネタだよ。人をネタにしてるわけじゃないんだ。何を言ってるの、ネタがないの。はい、萌え、何、配信抜けてから電話出てって言ってるじゃん。配信見てないんだけど。じゃあスピーカーだから。なんで今ハウったの？いや、スピーカーだからじゃないので、今なんでハウリが戻ったの？知らないよ、私本当に見てないよ。眼科調べてんだよね、今。今からちょっと、あの、何、イヤホン、今からとか、チャンスだよ。あ、あ、何、お前にチャンスが巡ってきたよ。何チャンスって。で、今、暇だけど。だから何、っていうか暇じゃないでしょ、なんかいろいろやってた。だから今日の仕事はもう終わったの、用事は。珍しく。珍しく。で、チャンスだよ。何、だから今体空いてるよって言ってるの。体空いてるって、だから分かるよね、遠回しな発言で。今暇だよって言ってるの。私の意見聞いてた、今さっきの。眼科を探してたよ。で、探してるから何なの？
私今日行くの？今日絶対行かなきゃいけないのよ。行って何時に帰ってくるの？いや、わかんない。だから1軒目行ったらやってなくて、予約いっぱいで、だから2軒目探してんのよ。絶対に行かなくちゃいけないってことは、あらかじめ予約とかしてるんじゃないの？予約してない。予約してないなら明日でいいじゃん。行ったら、いや違う、だからさ、日曜日にね、なんか目が赤くなって腫れて。知らんよそんなの、ほっときゃ治るよ。人ごとだから、そう、自分がさ、なんかさ、ちょっと助けてほしいときはさ、そうやって。なんで配信見てないのに助けてほしいって分かったの？配信見てるじゃん。お前いつもそうやって言ってるじゃん、電話とかでも。俺が大変なときに、ちょっとお前みたいな感じで切れてくるじゃん、お前電話でも。で、お前がのんき、お前がのんきに電話してくるからだろう。のんきじゃないでしょ。のんきだよ、人がこういうときに、何してるのとかで電話してくるからだろう、お前が。お前が電話してくるからだろ、空気読まず。空気読めってことだよ。そっちもじゃあ空気読んでみてくれない？私。だから今はいいじゃん。私が良くないの、今はこっちが。無理ってことね、今日。二度とは会わないからな、お前みたいな女と。マジで無理。もう電話もしてくんなよ、いちいち。連絡もしてこないで。お前がしてくるなよ、いちいち。二度と、ボケ。かつくよ、ほんと。いつも電話かかってくるんだよ。ほら、こいつもかかってくるんだよ。ほんと配信しないのとか。俺は配信中しか書けないんだよ。配信外でかかってくるんだって。だからこういう時にチャンスだよって電話してやったんだよ。仲良くねえよ、こんなやつ。目の心配、まあ、確かにね、ちょっと自己中だった。自己中だった。じゃあごめんなさい。どうしよう。冷静に今からどうしたらいいと思う？うん、冷静に。おい、出てた。タータさん、いいの？ゼロワン枠に訪問。いや、ありがとうございます、オーロラ。ありがとうございます。エフェクト邪魔だな、じゃあ見るな。俺がオーロラもらって嬉しいのに、お前が邪魔とか言ってんじゃねえんだよ。そういうこと言うリスナーが邪魔だろ。ね、そうして、ありがとう。服のセンスやばい？今日はミニオンだけど。ラーメン食べに、ね、食欲ないよ。食欲が。タータはおいでっていうくせに、その後のコメントがなくて、ナイスお願いしますじゃないんだよ。おいでって言って、言っていいのって言った後に、なんでナイスお願いしますっていうコメントになるわけ。キャッチボールができてないじゃん。おかしいだろ、お前は。ごめんなさいって、冷やかしやめろっつってんだろ、てめえ。